はい、今回の動画は Excel のグラフで連続した日付が勝手に表示されないようにする方法をご紹介したいと思います。 でどういったことかというとエクセルではですね日付が入ったグラフを作成するときに、まあ、例えばね今回の表で言うとですね7月の3日、4日とあって、まあ、5日がですね日付として入ってなくてで6、7、8で9も入ってないという形でこの元になる表の日付がですね連続した日付ではなくてですね間が空いていたりとかする場合にこれをですねこのままですねこの表を元にグラフを作るとですね元の表は連続した日付ではないのにですねその間の日付も自動的に入るようになっています。 それでは、ね、試しにやってみたいと思うんですけどもじゃあ元になる、ね、表を選択をして、まあ、挿入タブのところのじゃ縦棒のグラフにしてみたいと思いますんで、まあ、こちらでこの 2D 縦棒を選択をします。 はいそうするとね見てもらってわかるようにですねこの7月の3日7月の4日で、まあ、実際元の表には7月の5日はないんですけども自動的にこの連続したですね日付が入ってしまって、まあ、当然ここはねデータがないので何も入ってないという形で元の表は連続した日付ではないのにこのグラフの方ではですねこの連続した日付がねこのね入ってしまって、まあ、この無駄なですね部分ができてしまいます。 でこういった場合ねどうすればいいのかというとですねまずはこの日付のところですねこちらのね項目軸のところの上でマウスを右クリックしてくださいはいそうするとこのメニューの中にこの軸の書式設定というのがありますのでこちらをクリックします。 そうするとね画面の右側のところにこの軸の書式設定が出てきますんでこのですね軸のオプションの軸の種類のところですねここがですね標準の状態だとデータを基準に自動的に選択するというところにですねチェックマークがついていると思いますんでこれをですねテクスト軸という方ですねこちらにチェックマークをつけてください。はい、そうするとねこちらグラフのところを見てもらうとですね連続した日付ではなくてこの元々のですねこの表にある日付だけがですね表示されるようになりました。 なので、Excel でですねこういった形で日付が入ったグラフを作成したいときは、この軸の書式設定のね、このテキスト軸という項目ですね、こちらも覚えておいてもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。